皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、トレーニング解説ということでダンベルフライのやり方を解説していきます。大胸筋を鍛えるトレーニングなんですけども、よりですね、大胸筋をぐーっとストレッチさせたところで負荷をかけることができるので、その分ね、ベンチプレスとはまた違った刺激が大胸筋に加わることでより筋肥大の効率も高まりますので、ぜひ覚えていただければと思います。でダンベルを持っていただいたら、こう膝の上に乗せていただいて、寝る時の勢いで上まで持っていきます。でしっかりグッと胸を張って肩を下げたら、下ろして上げて下ろして上げてという形でやっていきます。まあ、フライはこう円軌道で上げなきゃいけないっていうイメージを持って、こう肘をね、伸ばしたまま下ろしてしまう方いらっしゃると思うんですけども、このやり方ですと肩の関節ですとか筋肉の腱に非常に負荷がかかってしまって怪我の恐れがあるので、イメージとしてはダンベルのベンチプレスよりも気持ち外に開くぐらいのイメージで、なるべく下まで下ろしてあげる、下までしっかり下ろしてあげるという意識を持って動作をしてみてください。よくありがちなミスとしては、その他にはですね、疲れてきた時にお尻が上がってしまう、お尻がぐっと上がってしまうパターンがありますので、しっかりお尻はつけたままなるべく動作をするようにしてみてください。はい、今回はですね、ダンベルフライのやり方を解説させていただきました。ぜひぜひチャレンジしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。